ちは、藤田優斗です。皆さんメモアプリって使ってますか？僕はですね、毎日メモアプリを立ち上げてるくらい頻繁にメモをね使用してるんですけど、実際にですね、僕もこれまでどのアプリがね自分にとって最適なのか、様々なメモアプリをね試してきました。まあ、メジャーなアプリだと Apple 純正のメモアプリだったり、あとはエバーノートとかで、最近だとノーションとかいろいろねありますけど、その中で現在僕がね最終的に使用しているメモアプリ、ベアっていうねメモアプリについて今回ご紹介していきたいと思います。で、まずはじめにですね、僕がメモアプリに最低限求めている機能が3つありまして、1つ目はアプリの起動の速さですね。アイデアが浮かんだ時にすぐにね入力したいので、アプリの起動の速さっていうのは個人的に結構重要なポイントかなと思ってます。で、2つ目はですね、メモを入力するまでの手軽さですね。これもね、やっぱり忘れないうちにさっと入力したいので、まあ、いかに新規メモを作成するまでの手順が少ないかとか、タップ数がね少なくすぐにアクセスできるかっていうのも結構重要視してます。で、3つ目はですね、ウェブクリップ機能があるかどうかですね。僕はですね、日頃からいろいろな、まあ、ネット記事とかを結構よく見てるんですけど、まあ、その中で気になった記事とか、あとはずっとね保存しておきたいなっていう記事に関しては、ローカルデータ内に保管しておきたいので、僕はウェブクリップ機能が欠かせないというか、あるとより便利だなと感じてます。で、僕ですね、これまで様々なメモアプリを使ってきたんですけど、なぜ現在ベアっていうねメモアプリを使ってるかについてご紹介していきたいと思うんですけど、その前になぜ他のメモアプリじゃダメだったのかについてご紹介していきたいと思います。で、まずですね、 Apple 純正のメモアプリですね。アップル純正のメモアプリに関しては皆さんのねデバイスにデフォルトで入ってると思うんですけど、アップル純正メモはですね、軽くて、まあ、シンプルなメモ機能でねすごくいいんですけど、マークダウン基本にね対応してないっていう部分と、あと先ほど言ったウェブクリップ機能が使えないという点で、アップル純正メモは使ってないです。軽いアプリがいい、あとはシンプルなメモ機能がねあればそれでいいって方なんかには、アップルのね純正メモアプリが非常に適してるんじゃないかなと思います。で、続いてエバーノートですね。エバーノートはですね、最近までメインで使用してたんですけど、唯一気になってた点がですね、アプリの重さですね。検索性能とか画像内の文字まで検索できるっていう部分に関してはね、非常にエバーノートを使いやすかったんですけど、唯一ね、アプリの重さっていう部分に関しては本当にね、だんだんストレスが溜まっていくレベルなので、それだけがね改善されればエバーノートはねまだずっと使ってたかもしれません。で、続いて最近話題のノーションですね。ノーションも一回使ってみたんですけど、僕がね使ってみた感想としては、まずね英語にしか対応してないので、最初のハードルが少し高めなのと、あとはね検索性能が結構弱いんですよ。なかなかねキーワードで検索してもヒットしなかったり、探したいメモにたどり着けなかったりっていうのが結構あったので、その辺がね結構気になってました。あとノーションに関してはメモの他にもタスク管理とか、あとカレンダーとかね、様々なねたくさんの機能があるんですけど、個人的にはできることが多すぎて逆にね管理しづらいなというふうに感じました。自分専用のウィキみたいに扱えるので、情報整理なんかが得意な人なんかはノーションねすごく使いやすいと思うんですけど、やっぱりどうしてもね階層が深くなりがちなので、すぐにねアクセスしたいメモにたどり着けなかったり、あと一覧性がね悪かったりっていう部分で、個人的にはその候補から外しました。で、現在ね僕がメインで使ってるベアっていうメモアプリについていい点をね紹介していきたいと思うんですけど、まずねベアっていうアプリは何なのかって言いますと、iPhone、iPad、Mac などねデバイス関わらず執筆できる、テキストエディターアプリですね。美しい UI で最低限欲しい機能が一通り揃っていて、かつ軽量なメモアプリです。で、ベアに関してはですね、フォルダでメモをこうグルーピングしていくわけではなく、タグでねメモをフォルダのように分類していくメモアプリです。で、詳しく説明しますと、文章内どこでもいいんですけど、タグをねこのように追加しますと、サイドバーにテストという親フォルダが追加されます。これで今ねテストっていうフォルダが作成されました。さらにですね、関連したタグをスラッシュで区切ることによって、でこのようにですね親子フォルダを作ることもできます。今ですねテストの中にテスト2をさらに作ったんですけど、サイドバーを見るとこんな感じでテストの中にテスト2がねさらに追加されたのが分かるかと思います。こういった感じでですね、タグを作成することによってフォルダのようにメモをそれぞれ分類することができます。で、実際にですねベアを使用してみて良かった点をねいくつかご紹介していきますと、まずですね何よりも軽いんですね。
アプリ自体の動作が非常にサクサク動くので、ストレスなくメモを書いていくことができます。そしてアプリ自体の、ね、美しい UI ですね。テーマがですね18種類とかなりありまして、細部まで非常に美しいデザインでねこだわって作られているので、使っていてねすごく心地がいいです。で、ウェブクリップにも対応しているので、気になる記事だったり保管しておきたい記事なんかをね半永久的にベア内に保存しておくことができるので、もしもウェブ上の記事が消えたとしても半永久的にその記事をね見ることができます。で、検索性能も非常に優秀なので、後からねキーワード検索するときなんかも便利です。で、続いてはマークダウンに対応していることですね。特にねブロガーの方やライターの方なんかは馴染み深いと思うんですけど、簡単にですね見出し要素やあとリストなんかを作ることができるので、文章構造を整理したいって方なんかには非常にね便利な機能の一つです。で、さらにいいなと思う点がですね価格の安さですね。まあ、エバーノートとかね他のノーションとかのメモアプリもそうなんですけども、だいたい月額600円前後かかってくるんですね。ベアに関してはですね月額150円で使用できます。で、年間払いだとねさらにお得で1500円で利用できるので、まあ、コスト面から見てもねベアは非常に魅力的なアプリです。あとはねその他にもいろいろ便利な機能があって、メモにね個別にパスワードをかけられたりとか、あとはアーカイブ機能だったりね、その他にも非常に便利な機能がたくさんあります。で、先ほどね有料は月額150円って言ったんですけど、有料に相当できることはですね、まず複数端末での同期が可能になります。で、無料プランだとですね1端末に限定されまして、例えば Mac と iPhone での同期ができないんですね。で、有料プランにすることによって Mac と iPhone の、ね、同期もスムーズに素早く同期することができます。あとはですね有料にするとエクスポート形式も増やすことができまして、 PDF、HTML、DocX、JPEG 形式なんかで書き出すことが可能になります。で、使用できる、ね、テーマも増えて、現在18種類のテーマがあるので、かなり、ね、自分好みのデザインでメモを、ね、使うことができます。はい、というわけでですね僕が現在メインで使用しているメモアプリ Bear のご紹介でした。自分のね、使い方によってそれぞれベストのアプリが変わってくると思うので、まあ、今回の話を聞いてベアが気になった方はぜひね、無料で使えるので、使用してみてください。有料プランの方もですね1ヶ月の無料体験ができるので、まあ、気に入ったらそのまま使って途中でねキャンセルすることもできるので、ぜひね気になった方は気軽に試してみてはいかがでしょうか。というわけで参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。